今日はバハマを出てですね、そして、海を行ってるんですけど、私なんですがこのように、綺麗な鮮やかになってます。とってもいいですね。やっぱり毎朝違うんですよね、日の出って。今日の出おそらく8分前くらいだと思うんですけど、本当はどんどん色が変わっていくんですよね。一方ね、その日の出のところだけじゃなくて海の色でもまたね魅力的なんですよね。そのコントラストが何とも言えない、これが飛鳥の旅の魅力の一つかなと。毎日違う日の出が見られるという、人生と同じですね。人生も一日一日全然違うじゃないですか、一期一会というか。我々の人生この中での我々の気持ちってのは毎日違うでしょ。少しずつ日の出も同じですね。それがすごく象徴されている感じがして、とても素敵な、おお、どんどん変わってきてる。